とね光が見えるかもしれないけど、はいはい、あの島影は全部で島で、バンクーバー島自体はちょっと見えないですね。あの、まあ、ちょっと向こうの奥の方にあって、んでこっちが、見てるのが大まかに言って、南東です。ビクトリアとかなんかあっちの方ですか？ここまっすぐ下に行くと、まっすぐ行ったらビクトリアですかね。ビクトリアですね。おで、あの左に見える島々はアメリカですね。もうちょっとシアトル、もうちょっとシアトルはもうちょっと先です、ね、4時間先ですね。もうちょっと先ですね。でそれ左の方ですね、シアトルはね。その前に見えるのは湾です。はい、でその黒っぽくこうちょっと突き出てるような半島があるのが、はい、ツワーセンという半島なんですけど、その先っちょの方は49度より南ですからアメリカになっているんですよね。あそこアメリカなんです。でちょっと右の方に目を移ると、あの河口がこう川が流れていて、空港ですか、あの辺が空港なんですね。あれが実はね、あの石炭の、はい、積み出しかなんか、積み出しで、あっから、こっから横浜まで行くんですけども、こっから横浜まで行くのが北米とアジアを結ぶ線で最短距離です。うん、でその施設のちょっと左の方に、なんとはなしに薄っぽく何かこう取って出てるかなっていうような感じが、あそこがフェリー乗り場で、はい、あっからフェリー乗って、うん、あのバンクーバーとビクトリアまで行きますね。あ、そういうことなんですね。ダウンタウンからあそこまで行くのでだいたい1時間半ぐらい、うん、で船自体が1時間半ぐらい、で天気がいい時はね、あれ乗って行かれるとものすごく景色良くて、でビクトリアに、側に着いて、そこからビクトリアの町まで行くのにだいたい30分ぐらいです。だから大まかに言って車で行ってもそれぐらいですから、4時間ぐらい。ビクトリアまで。ビクトリアまで。車、それとフェリーのコンビネーションと。で、バンクーバーの、あの湾っていうか、あの街の男からプロペラ機出てますから、水上の、はい。それに乗っていくと30分です。で、ビクトリアの、あの、まさにその湾のとこまで、ど真ん前まで降りてくれますから。で、このフレーザー川がずっとロッキー山脈まで流れてるんですね。で水がこう落ちて、雨が落ちて、そこから西側、ロッキー山脈の西側 に、まあ、太平洋まで流れてきます。ずっとこの川もそうです。で東側は実はハドソン湾まで流れちゃう。ずっとね、あの北側に流れちゃうんですね。でもちろんあの南の方に、アメリカの方に行っちゃうやつもありますけど、まあ、基本的にあそこが分水点になってる。でこちら側がロッキーの西側なので、ロッキーを越えると動物の生態とか全く違う鳥とか出てきます。で、あ、なるほどっていう感じになりますよね。でカナダで中でここが一番温暖で、雨も多いですけども一番温暖、でロッキーの方に越えちゃう、あるいはここから2時間もあの山の方に行っちゃうと、もう雪と氷の世界です。やっぱりあのね、日本海流の関係でここまで日本あの海流行きますから、メキシコ湾流ですかね。メキシコ湾流はずっと流れてイギリスなんかでしょ、はい、それと同じ日本海流ですか。日本海流ってあるんですか。黒潮の方だ。黒潮は来てるんですね、はい、ここまで来てます。だからその暖かいんですね。だからあの本当にね、あの地図で見て、気候の地図を見ると、色が高いんだけど、ここだけなんか暖かいんですね。本当にね、もうこっからあの内陸に1時間走る車で、その間のもう細い長いな、ビクトリアもそうですけど、長い地域が温暖地域になっていて、冬もそんなに寒くならない。緯度はほぼ、カラフトの真ん中です、ここは。ああ、じゃあ結構もう本当高緯度ですよね。高緯度です。で、あの旭川がだいたいトロントですね。旭川トロント、旭川トロント、ここはトロントかなり南です。でここかなり北です。もう50超えてますか。50、ここは49ぐらい、49ぐらいですか。49ですね。で大体カラフトの真ん中だ。そういう感じです。なんかこの建物自体もすごい面白い建物構造ですよ、ね、なんか建築雑誌の中に、なんか、ね、飾りそうな雰囲気ですよね。雰囲気的には建築家の方がね、有名な方が作られて、アメリカ人ですか。カナダ人です。カナダ人の、名前で忘れちゃったな。だんだん言われれば、あの裁判所もね、少年が作った建築として、でこれ今度は65年に
できましたから、45年ぐらいですよね、できて、まさにそれまでは UBC しかなかったんですけど、いわゆる団塊の世代がこう大学の年齢層に入ってきて、新しいのを掴んだんだということで、これとあとビクトリア大学ね、ユニバーサルビクトリアもできたんですね、あの時はまだ短大だったんですけど、あ、そうですか、4年生になってね、ここはもうさらち山切り崩して、なんでここに作ったかわからないんですけど、まあ、作っちゃってボンと、で UBC とここと UVIC って言うんですけど、まあ、この3つが、まあ主要な大学ですね、あとちょこちょこ新しくできましたけど、ね、で州全体が人口400万人ぐらいしかいませんから、でこの辺りでいわゆるグレーターバンクーバーというあたりで200万円、で、あの先ほど申し上げたみたいにもういろんな人が混ざってますよね、中国人、うちの大学で、この前と実は統計ははっきり出さないんです、今聞かない、まあ、いろんな問題がある、しかし推定ではだいたい 50% ぐらいがいわゆるアジア系ですよね、もう半分が、で今今年ね、学生の 17% がいわゆるあの海外からの学生ビザを使ってたんですけど、あ、学生ビザでね、極端にそのうちの 60% がいわゆる中国本土から来た人です、日本人はほっぴない、私1年生クラスで教えてますけど 99% がもうあのいわゆる黄色人種で、その中で日本日系の人は1人ですね、2人か、ほぼいない、